できた。お母さん見て見て。ミカサも自分の子供ができたら教えてあげるのよ。おお、早速来たみたいだ。ミカサ？そうだ、お前と同い年の女の子だ、エレン。そんなんだから一人しか友達ができないんだぞ。ごめんください。あの子、ミカサはいたか？いなかった。外で待ってるんだ。分かったか、エレン。おい、本当に売れるんだろうな、こいつは。東洋ってところから壁の中に逃げてきた一族最後の末裔だ。他の東洋人は絶滅したからな。相当な値がつくぞ。本当に価値があったのは母親だ。てめえがビビって殺すから。イエガー先生、お待ちしていました。おとなしくしてろよ。こいつで頭を叩き割られたくなかった。ミカサ早く。言い訳すんな、ガキを連れてけ。どう、こうだ。寒い。ごめんください。おい、ガキ！悪いじゃん。森には怖い狼がいるんだぞ。ありがとう、おじさん。もう分かったからさ。こうなってどうせだ！もう立ち上がるな！もう大丈夫だ。安心しろ。医者のイエーガーの息子で、父さんとは前に会ったことがあるはずだ。てめえがやったのか。戦え。戦うんだよ。戦わなければ勝てない。その瞬間、体の震えが止まった。これをあの子供たちがやったのか。有害な獣を駆除した。たまたま人と格好が似ていただけの獣だ。もしそうだとしてもだ、お前は運が良かっただけだ、エレン。ミカサ、覚えているかい。私、ここからどこに向かって帰ればいいの。帰る場所がない。やるよ、これ。君には十分な休養が必要だ。俺たちの家に。ミカサ、エレンが。エレンがどうしたの。待って。返せよ、三日分のパンだぞ。嘘だろ、あれっぽっちで。だったら弁償しろ。悪がしだ。エレン、早く帰って薪割りしないと、またおばさんに怒られる。こう、ミカサに。できるか。もうエレン、あんたまた喧嘩してきたのかい。またミカサに助けてもらったんだろ。ありがとう。あんたは男だろ、たまにはこらえてミカサを守ってみせな。アルミ。ミカサ。アルミ、怪我はない？大
丈夫なの？エレンはどこ？クレーゲ34班使命を全うし壮絶な戦死を遂げました。ミカサ、エレンは僕の身代わりに。また家族を失った。またここから始めなければいけないのか。そしてとても美しい。なんで、なぜ立ち上がる意味なんてもうどこにもないのに。戦え、戦え。エレン、ごめんなさい。エレン、死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。疲れてんだろ、部屋行って寝ろよ。エレン！こんなことがあるか。
まずい、ベルトルト乗って、アルミン早く